こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。今、世界で最も売れているのが F-35 ステルス戦闘機ではないでしょうか。米国が最も導入数では多いです。レスガ F-35 戦闘機は、日々研究進化していることをご存知でしょうか。第5世代と言われていますが、考えようによっては第6世代に近づけることが可能になってきます。今回は、ミサイル収納スペースが新たに1、5倍へと、変化したお話をしていきます。やっぱり日本も最新型を持っている方が有利ですよね。アメリカ本国はもちろん、日本を含む同国同盟国の多数で採用が決定し、すでにトータルの生産機数は5000機の大台を超過するのではないかと言われているのが、第5世代戦闘機である F-35 ライトニング2だ。F-35 ライトニング2には3つの種類があり、1つ目が陸上の通常滑走路で運用する A 型、2つ目が短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型、最後がカタパルト付けの航空母艦で運用する C 型だ。この中で、最も採用国が多いのが A 型であり、次いで日本も護衛艦、出雲、加賀の航空母艦化で調達を目指している B 型、C 型は、現状はアメリカ海軍のみの調達予定となっている。F-35 ライトニング2の最大の特徴は第5世代戦闘機と言われる。中においても、非常に高いステルス性能と高性能なレーダーセンサー類の優位性にあると考えられている。しかし、そうした敵のレーダーに探知されづらい増された機体のステルス性能を確保するためには、兵装類を胴体内部のウェポンウェイに収納する必要があり、兵装の量は限られていた。具体的には、短距離離陸、垂直着陸が可能な B 型は、その能力を実現するために、大型のリフトファンを操縦席の後部に搭載していることから、最も、兵装の容量が少ない機体となっている。B 型と比較すれ、爆多小ウェポンウェイのスペースに余裕のある A 型。C 型であっても、従来は、AIM-120 中距離空対空ミサイルを4発のみ、携行可能と限定されていたが、これを改良する装置が出てきた。F-35 ライトニング2の機体の製造元でもある、ロッキード・マーチン社が、リリースしたこの装置は、サイドキックと呼称され A 型と C 型に、対応しており、AIM-120 中距離空対空ミサイルの携行数を6発に増加させる。サイドキックの仕様などの詳細は不明だが、A 型と C 型のウェポンウェイ内のスペース効率を高めるものであり、従来同様の位置に4発だったものを 1.5 倍の6発を収めることに成功したという。ただし、物理的に、従来のバージョンの A 型や C 型に取り付けるのみでは運用が不可能で、ブロック4への機体のアップデートを施すことで、増加した AIM-120 中距離空対空ミサイルの運用を可能とする。空対空戦闘における攻撃力、打撃力の少なさは F-35 ライトニング2の大きなウィークポイントの一つだったため、
今回のサイドキックの登場は導入国への朗報であることは間違いない。AIM-120 中距離空対空ミサイルはアメリカの旧ヒューズミサイル。システムズ社が開発していた兵器だが、現在はレイセオン社に合併され、現状 A 型から D 型までの4種類が存在する。最新の AIM-120D 中距離空対空ミサイルは、2015年に、まずアメリカ海軍への導入が行われ、翌2016年には、オーストラリアへの輸出が承認されたが、最大射程は約180キロほどと見されている。日本の航空自衛隊でも、これに対応可能な F-35 ライトニング 2A 型の配備が進められているが、兵装として選択されたのは AIM-120。中距離空対空ミサイルの旧バージョンの C 型だった。この理由については、航空自衛隊においては F-35 ライトニング 2A 型だけでなく、既存の F-15J イーグルでも運用可能な C 型を調達したものと見られるが、こちらは最大で約105キロと射程は短い。日本は F-35 ライトニング 2A 型に搭載予定の新型ミサイルをイギリスとの間で共同開発中あり、このミーティア空対空ミサイル改良型のツナムミサイルなら、最大射程が約300キロに達すると言われている。ただ、この日英共同開発中のツナムミサイルは、時期的にいつから実戦配備が可能なのか、目処が立っていないのも事実であり、航空自衛隊の F-35 ライトニング 2A 型が、圧倒的な優位性を発揮するとは言い難い。というのも、現在の最大の仮想敵国たる中国は、J-20 ステルス戦闘機用に BL-15 空対空ミサイルを実用化しており、このミサイルの射程距離は、すでに約300キロを実現していると見られているからだ。アメリカ軍も、最新の AIM-120D ミサイルの最大約180キロと中国の、PL-15 ミサイルの最大約300キロというの射程距離の差に非常な危機感を感じていると言われ、これへの対抗策を模索しているように見える。本来 AIM-120D ミサイルのさらなる進化版の開発の動きもあったのだが、ヨーロッパの MBDA 社が開発したミーティアに押され計画そのものが頓挫したという経緯があった。であれば、すでに BL-15 ミサイルと同等の最大約300キロの射程距離を持つというミーティアミサイルをアメリカも採用、調達すれば問題の外傷と思われるが、そうはなっていない。それは、主力戦闘機の主要な兵装を自国産以外の兵器に委ねることをアメリカが良しとしないためで、世界最大の軍事大国として絶対に譲れない領域だということもできるだろう。